戦ラストカードです。第12レースの開始、メンバー1号艇滋賀の森田俊介、2号艇岡山の山室信弘、3号艇滋賀の君島修造、4号艇福岡の音藤聡、5号艇広島の畑和弘、6号艇山口の森野正弘、以上のメンバーです。さあ、これで明日の優出メンバーが決定となります。人気の中心は1号艇の森田俊介です。今ゆっくりとインへ入っていきます。ドリームを制し予選トップ通過、シリーズリーダーの森田、さあここもバッチリ制しまして、ファイナルボールポジションゲットといきますか。横2コースは前走4勝目を挙げた2号艇山室信弘、3コースに3号艇の君島修造です。足や練りゃんぱ中の君島、さあ今節もさすがの走り見せています。4コースに地元4号艇音藤が門戦、休み明けながら奮闘。5コースは5号艇畑和弘、今年1戦勝レーサーへの仲間入り果たしています。大外はリズム巻き返してきました、6号艇森野正弘。3対3です。1番2番3番4番5番6番の並び、2秒前スタートしました。準優勝戦の第12レース、4号艇の音藤が踏み込んだスタート。最終1幕の攻防戦、逃げる1号艇の森田俊介、まくるのが3号艇君島修造、さして2番4番と向こう正面へ、1号艇の森田が押し切っています。スタートは前提正常でした。逃げた1号艇の森田がトップ、2番手が4号艇の音藤、追いかける5番2番3番2マークです。先頭で1号艇の森田俊介、2番手5号艇畑が先行、さして4号艇音藤に2号艇山室とホーム直線コースへ。さあ2番手がもつれ合っています。2号艇山室、4号艇音藤が並んで僅差5号艇の畑、レースは2周目です。先頭はリードを奪う1号艇森田が向こう正面へ、2番手争いから5号艇の畑が先行する、さして2号艇山室、4号艇音藤と抜けます。ここで2号艇山室信弘がリードを奪いました。単独の2番手2号艇山室、そして3番手に4号艇音藤、追いかける5号艇畑、2周の2マーク、先頭1号艇森田俊介、そして2番手が2号艇山室信弘、その後ろあちょっとアクシデント発生となりました。3番手には4号艇の音藤です。上位3艇は1番2番4番です。4番手が6号艇の森野正弘、5番手に3号艇の君島修造です。なお5番が転覆のため失格、5号艇畑転覆失格となっています。最後のバック1番2番4番この決着、3連単のオッズは 10.6 倍です。最終コーナー、自己艇を避けましての旋回となりまして、1号艇の森田俊介、2番手に2号艇の山室信弘、3番手が4号艇の音藤聡で、第12レースゴールです。先頭1番五輪、2番五輪、4番五輪、6番五輪、3番五輪、なお5番は転覆のため失格となりました。